はい、12月19日、2018年です。半間陽先生です。3勝1敗ですね。今のところシグナルの方が少なくなってますね、今週月火水。月曜日に 3連勝、火曜日に1連敗、水曜日になりまして、まだシグナルが発生しません。それでですね、その間で取引が少ない間に、バグが見つかったんで修正しました。このバグはね、人間のせいかもしれないんですけども、バツバツ割る0っていうのは演算エラーになるんですね。例えば100割る0は、ね、エラーなんですよ。で0割る100はねエラーじゃなくて0なんですね。でね、まあ例えば300割る0はエラーになるんだけども、300の中に短い、まあ300という幅の中にね、超短く0に近いもので割ると無限になるわけですね。だからバツバツ割る0とやったら演算エラーじゃなくて無限というふうに設定した方がいいんじゃないかということがあるんですね。分析で人間の過ちの一つでもありますけど、二通り使い方があるんですね。まあエラーか無限かというですね、この人間の計算というのは非常にバグがあってね、実際と違うんですね、なんか考え方がね。だから人間のね、数学でも大学で学校で学ぶことには注意しないといけないんですね。間違いがありますね、上の生物としてね。いろいろ人間が工作してしまうと、もともと私が教えてるんですね、上の生物がね、計算から勉強ね。で人間勝手に動いてきちゃうんですね。でどんどん間違いを入れてくるんですね。ということでね、学校にそういうことしてくるんですね。で今回ね、そのまあバツバツ、例えば11割る0はエラーになるという問題でね、これはね、無限ということもありますよということを知っていただきたい。エラーだけとは限らないですよとね。ただね、エラーにする、そのためね、通常演算で私のやった時はその時にね、演算エラーが出て処理が停止して再リスタートされたんですね。だからこの部分を修正しましたね。この場合はね、知らないでしょみんなね、無限ということもあるんですよ。バツバツ割る0というのはエラーというふうに計算出すようにしてますけどね、まあ間違いというわけなんですよ。完全に間違いなんですよ、人間の判断、計算式って大バグなんですね。これは両方考えられます。だから計算の仕方で2通り考えないといけないですよ。無限かエラーか、その2つでその取り扱いをするかしないか設定しないといけないですね、コンピューターにね。こういう計算でやるとき、自然界で動かすときはバツバツ割る0はエラーにするか、ね、でもしそれになったらね、全閉鎖するんです、コンピューターの場合は。計算はできませんよということにしちゃうね。だからもう停止しちゃいますね。でこれにね、停止しないようにしないと、実際外貨って自然の動きなんで計算できないんですね。私の場合は
これはエラーにしちゃいけないんですね。両方考えないといけないんです。エラーか無限かというですね、計算式。バツバツ割る0はね、エラーじゃ、間違いないです。二通りありますよ。無限か、ね、こういうの気がつかないでしょ、人間たちって。学校で教わったこと全部合ってると思ってるでしょ。これはバカなんですよ、人間は。人間はバカだからね。ね、学校の問題何度も信用するんですね。それじゃ生きていけないですよ。死んじゃいますよ。あのハイテク兵器でも取り扱ったりね、いろいろ難しいことやるし、戦争も勝てませんよ。そういうことよく知ってないと。ね、自然界で生きるにも生きていけませんよ。ね、その時に計算間違ってたんだから死んじゃいますよ。例えば難関でね、ね、生きるためにいろいろ生産したりとか、ね、食料作ったりとか、ロボットに仕事させるわけですね。人間が、ね、私がやっと労力使って死んじゃうんですね。あんまりな労働すると人間、生物っていうのは体消耗しちゃいますから、死にやすくなるんですよ、どんどんね。だから労働を減らすということが大事なんで、コンピューターでロボットに農作業を全部させる仕事をやらすということが大事なんですね。そこで間違いがあったら食料作れなくなっちゃうじゃん。計算エラーだったらね。あと宇宙生物が侵略してくるかもしれない。それで戦わないといけない。その時に計算エラーだね。死んじゃいます。ということですね。私が言ってるこの YouTube で教えてることは、人間がね、知らなければ死ぬことなんですね。だからそういうのが入ってますから、私が話してなかったらみんな死んでます。そういう大事な内容が